はいどうも哲学徒です。今回もディアブロイモータルやりながら、雑談していきたいと思います。そうですね、なんとか、昨日でですね、イモータルのね、デーモンハンターの、精髄集めの方が なんとか精髄マスターランク4まで到達して、これでね、全クラス一応ですね、精髄マスターレベルはコンプリートで、レジェンダリーに関してはですね、一部のキャラクターで、もう、なんていうのかな。6クラスやるのになんだかんだで6ヶ月かかっちゃってるので、最初の方のクラスとかは、もう結構3種類ぐらいかな。また新たにレジェンダリーが来てるので、そこら辺のね、アップデートをまた、半年ぐらいかけてやっていこうかなっていう、予定ですね。なので、これからはちょっと E4 のね、攻略を、優先する部分もあると思うんで、少しゆっくりしたペースにはなるかなと思うんですけども、結構その、装備を入れ替えるたんびに強くなっていくっていうかさ、そこもこのゲームの魅力かなと思いますので、改めてそうですね、6クラス半年間やってきての感想みたいなことをね、今日はお話ししていこうかなと思います。あんまり硬くならずにやろうと思いますけど、そうですね。デーモンハンターのね、精髄関連に関しては、せっかくなんでね、かなり集め終わったので、また詳しくね、やっていこうかなと思いますが、それは一本動画を撮りますので、ね、ぜひそちらを見ていただけたらなと思うんですけど、そうですね。まずは、私のメインクラス。最近、イモータル始めた方からね、いただいた質問として、サーバーは本当にどこが入っても構わなくて、日本サーバーは来月ね、統合される予定ですので、なので、1台のサーバーに、日本の人たちが集まるという形になるので、どこ入っても、好みの問題って感じかなと思うんですけど、サーバーごとにですね、クラスの枠っていうのが、5クラス、5個かな、キャラクターを作れるようになってるんですけど、あれはですね、昔、転職が実装されてなかった頃の名残になりますので、データとして、各サーバーに、5つのキャラクターを作れるっていうだけなんで、今から始めるんだったら、基本的には1クラスで十分かなと思います。もちろんサブアカウントを作って、自分のメインキャラクターと、もう一つのサブキャラクターを同じサーバーに作ってね、遊ぶってこと。できるんですけど、なかなか進捗度を保つのも大変だし、私なんかの場合はサブキャラクターの方に、今ね、皆さんに入っていただいている、ローゼンリッターの方のね、名手権限を渡して、で、今はね、お誘いいただいたね、クラの方に、ちょっとね、一時的に入らせてもらってる。だいぶ長くね、いさせていただいてるので、そろそろ、おいとまをいただく、いて、自分自身のクランの名手に戻ろうかなと思っているところなんですけど、そうですね。結構ディアブロ4が始まって、いろいろとクランのね、情勢とかそういうところも変わってきてはいるので、ちょっと私もまた、その新しいさ、メンバー、の方々と一緒にね、自分自身での単独のね、イモータルダッシュを、ね、出してみるっていうのも、面白い遊び方かなとは思うので、なのでね、視聴者さんの希望が、あれば、うちのね、クランだけでの、イモータルを目指す戦いっていうのを始めるのが面白いと思ってます。でですね、全クラスの魅力ということで、今回お話ししていきたいなと思うんですけど、で、さっきお伝えしたように、サブキャラクターも含めて、メリット作れることができるんですけども、サービスインしてから3ヶ月目ぐらいかな、に、転職機能ですね。つまり、今、パラゴンレベル600とかになった、800とかになってるわけですけど、800の状態で他のクラスに入れ替える。このキャラクターってもともとがね、ネクロマンサーのキャラクターなんですけど、
自分のメインクラスから他のクラスにね、変更する機能っていうのが実装された、まあ、転職機能が実装されたんで、まあ、それ以降はね基本的に、まあ、自分が育てた、まあ、装備品とかね、あと、まあ、レベルを引き継いだ形で他のクラスに転職できる機能が実装されてますので、まあね、今は、まあ、サブキャラクターは、まあ、素材のためにやる人とかもいるのかもしれないけど、まあ、1キャラクターやるだけでもかなりのボリューム量なんで、あんまり、その、2キャラ、3キャラやる必要は、まあ、正直なところないかなと思いますね。なので、まあ、私みたいにいろいろこう、クラの運営とか、そういう、必要上やってる人はいるかもしれないけど、まあ、1クラス作れば大丈夫。1キャラクター作っとけば大丈夫かなと思います。で、そのキャラクターを転職させて、遊んでいくってことができるようになってますね。で、まあ、いよいよ本題ですけど、まあそうですね、結構、ディアブロイモータルは、まあ今、現段階で6クラスあって、で、私が最初にやってたのは、まあネクロマーサーっていうクラスで、まあこれから一度ね、まあデモ班からさ、一通り動画を撮り終わったら、ネクロにね、久しぶりに戻そうかなと思ってるんですけど、まあネクロマンサーとにかくね、召喚スキルも強い、まあ召喚系のビルド、今ディアブロ4でも召喚系のビルドとあと、キャスター系のビルドですね、まあどちらかというとこうボーンスピアとかさ、ボーンスピリットっていうのを主体に戦っていくような、遠距離系ビルドっていうのがあると思うんですけど、まあその2つにまあ大まかに分けると、まあこのディアブロイモータルでもまあビルドが分かれてくるかなと思っていて、うん、まあ、やっぱり召喚モンスターを使うとね、これね あれなんですよ。このクラス、これもね、もらうのね、クラスバインド、あ、そう。イモータルのね、コスメティックは基本的には、クラスごとのバインドも、のものと、あとね、全クラス共用でバインドできるものの2つがあって、まあ、こういう特典系のコスメですね。これ、ディアブロ4を購入した時の特典コスメなんですけど、こういうのはね、全クラス、バインドだったりとかね。あとこれは、予約特典かな。予約ダウンロード特典でもらえるコスメティックなんですけど、こういうのはそうなんですけど、それ以外のものをですね、に関しては、なんとですね、各クラスごとに購入したりとか、バインドするっていう仕組みになってますので、まあ、そこはね、ちょっと注意が必要と。なので、まあ、自分が、まあ、コスメティックもらいたいクラスに転職してないとさ、実は、なんていうのかな。その、なんていうの、今使ってるクラスにバインドされちゃうって機能があるんで、そこは注意が必要かなと思いますね。まあ、正直この仕様もね、今自分は、メインクラスに戻してないんだけど、メインクラスの方に紐付けて、コスメティックもらうとかね、それぐらいの、そういう機能はなんか今後実装されるといいかなと思いますね。まあ、正直、コスメティック受け取りたい時とかはさ、まあ、特に私は不便だなと思ってるのは、バトルパスのところでさ、まあ、強化バトルパスっていうのを取ると、コスメティックが、まあ、一着ずつもらえるような形なんで、私もまあ、毎月欠かさず、このバトルパスの方は定期購入してるんですけど、まあ、まさにこう、転職の旅みたいなやつをやってたりとかすると、なんていうのかな。これもクラスバインドの機能になっちゃってるんで、まあ、自分のメインクラスに一度戻さなきゃいけないんですよね。だからまあ結構、なんだろうな、だいたい一月を目安にやっていって、ランク40になったら、メインクラスに戻すみたいなことをやってたんですけども。まあそれもちょっとね、まあ億劫っちゃ億劫だから、何かしらこう工夫があるといいかなっていうところは感じますけどね。はい。じゃあ、塚でいろいろ買っていきましょうか。志願者の鍵と、そう。で、エンチャント出すかな。で、そうですね。はい。
で、まあそうですね、ネクロマンサー結構、まあ遠距離職と近距離職、なんだろう、召喚職と、まあ遠距離キャスター系ビルドっていうのをさ、組み合わせてやっていくみたいな感じで、今ちょっと時間的にあれなんで、カイオンの試練が始まっちゃうといけないんで、先に大デッサ取っちゃいましょう。そう、最近夕方になっちゃってるんで、結構大デッサとのタイミングがね、終わっちゃったタイミングにやってることとか多いんですけど、まあちょっとね、アクティビティの展開も早めて、まあなるべく朝動画にね、できたらいいんですけどね。まあやっぱりディアブロ4とにかく面白いですね。今日、まあ最近は午前中、まあ仕事の関係もあるんですけど、比較的時間が取れるタイプの人間なんで、午前中ディアブロ4やって、まあ仕事が終わってからイモタルやるみたいなさ、流れにちょっと持ってきてはいるんだけど、まあその後も結構ね、夜中とかも、ついついディアブロ4ね、まあ皆さんとのパーティープレイも楽しいので夜更かししてしまうんです。なんだろうな、最近本当に3時間ぐらいしか基本的に寝ないような生活になっちゃってるから、なんとかね時間を確保して寝なきゃなと思ってますけど、まあ楽しいですね。寝る間も惜しんでやれるほど、まあ祭り、まあ私の中でやっぱり、1年間待ち望んだね、このディアブロ4の発売っていうこともあってさ、まあ期待は大きいんだけど、まあなんていうのかな、私にとってはこう、まあ、結構無理しないでくださいとかもいろんな方に言われるんですけど、まあ無理してではいないのよね。なんか、そう。なんていうの？まあ、やりたいようにやるっていう感じかな。まあ、そもそもこのチャンネルそのものが、私にとっては、余力でやってるチャンネルなわけじゃないですか。まあ、メインチャンネルの方も毎日、毎日ではないけど、まあ、定期更新をしてるんで、まあ、その裏で、まあ、なんていうかな、まあ、メインチャンネルの方はね、複数人でやってるんで、なんていうのかな、編集がむちゃくちゃ大変とかさ、予定が潰れるとか、そういうことないんだよね。基本的には、まあ、1週間分の動画っていうもののネタをもうすでに、企画を会議してさ、作っておいて、で、その撮影を行って、あとは、まあ、編集を外注に流してるんですけども、編集してもらったものだったりとか、あと、チャンネルのメンバーシップですね。メンバーシップに入ってくださってる生徒さんのね、まあ、学習相談とかに乗ったりとかっていうようなことを、1週間の中に組み入れてるという感じなんで。なのでね、まあ、結構ほら、そう、まあ、視聴者さんからも結構さ、学習系のチャンネルってまあ大学生向けなんで、お子さんとかのね、受験相談とかそういうこともにも使っていただいて構わないんですけど、まあうちはなんだろうな、まあうちの相方がまあ東大出身ってこともあって、現役の東大生がね、まあ受験までのさスケジュールを管理してくれるっていうようなサービスを、まあ、メンバーシップの売りにしてるチャンネルなんですけど、なんていうのかな、やっぱりね、そう、メンバーシップ始めないんですかってことも言われるんだけど、メンバーシップって、やっぱり怖いものでもあるんですよね。例えば、月々いくらいくら皆さんからいただきますってなった時には、それにふさわしい、なんていうのかな、サービスの提供ってことが必要になってくるんで、まあ、なかなかゲームのチャンネルだとさ、その恩恵っていうのかな、出しづらいよね。例えば、まあなんか、私、お金をもらって視聴者さんとパーティー組むとか、そういうのはあんまりやりたくないんで、まあそういうメンバー限定でパーティー集会やりますとかさ、哲学とと回せるとか、なんかそういうの嫌なんよな。だから、まあ基本的には、メンバーシップは今のところやらないかもしれないけど、まあ面白いんでやり始める可能性もありますね。そう。あくまでもなんていうか、それもさ、
決めてはいない。なんか、そう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 、難しいよね。だから、うん。あくまでも趣味チャンネルであるという基準からすると、その中で、なんていうか、その、確約とか確定とかそういうものもないので、うん。まあ、今のところは考えてないね。うん。うん、だから、メンバーシップってすごく難しいんですよ。もともとが、まあ多くの、皆さんこれ多分無料で動画見られてる方もかなり多いと思うんですけど、まあもともと、もちろん当然ながら YouTube さん的な目線で見るならさ、ただってことないわけですよね。すべてのものに、まあサーバーを維持するのにもお金がかかるし、まあ動画を公開して、見れる状態にしとくだけでもお金がかかるわけなんで、まあその中でやっぱりこういうさ、まあニッチな動画でも出せてるっていうのは、ある種すごいことなわけですよね。うん。だから、まあなんていうかな。まあ、ただじゃないんですよね。だからメンバーシップもおそらく、まあ、結構 YouTube 側も、独自収益を持ってさ、メンバーシップやってくれみたいなことを最近よく通知が来るけど、まあ、やっぱり広告収益だけじゃなく、まあメンバーシップを作ってもらって、各人が各人のファンを持ってもらうと。で、当然ながらその中から、まあしっかりと、折半でお金をもらっていくよというスタイルですね。まあ、それ結構いいんじゃないかなと思いますね。なんていうのかな、やっぱり広告ベースになってくると、広告主ありきの、商売モデルになっちゃうけど、メンバーシップを、広告の柱にしていくような戦略を取ると、まあ、動画、まあ、まさに YouTube を支えてくれるような人たちの、資金源によって、まあ、YouTube のチャンネルっていうのが運用できるようになっていくから、うん、決してその、なんていうのかな、広告費が減ってるからメンバーシップやってくれっていうだけの事情ではないんだよね。うん、まあ、あと、もう少し収益化の条件がまた上がるんじゃないかという噂もあるから、そこは難しいところだけどね。よいしょ。で、なんか話を大元に戻していくと、まあ、各クラスの魅力ということで、まあ、ネクロマンサーね、結構、まあ、召喚職としての楽しさっていうのもあるし、あとは、まあ、召喚獣を釣れない、手下を釣れないさ、まあ、骨系ビルド、の、とか呪い系ビルドのね、楽しさっていうのもあるクラスの。まあ、ディアブロ2とも3とも、4ともさ、のネクロともやっぱ違う立ち回りができるんで、そこはやっぱ魅力である一方で、やっぱりネクロっぽさっていうのもちゃんと兼ね備えてくれてるんで、まあ、なんだろうな。イモータル、まあ、とりあえず始めるなら、まずはネクロからだろうということで、ネクロから始めたんだけど、やっぱりネクロマンサーって面白いですよね。まあ、なかなかトリッキーなんで、ディアブロ4なんかでは苦戦する局面なんかもあったりもするんだけど、まあ、とは言ってもむちゃくちゃ面白い。なので、まあ、ゆっくりとではありますが、進められてるって感じかな。で、まあ、次に同じ知力色ということで、まあ、イモータルにはね、知力色が2つ今あって、ネクロマンサーと並ぶ、職としてウィザードという職があるんですけど、まあ、ウィザードは、まあ、まさにその、名前の通り、まあ、いろんなね、魔法系スキルを駆使して戦っていくキャラクターっていう感じで、まあそうですね、ディスインテグレードとかも強いんだけど、まあ最近はなんだろうな、ノバかな、ノバじゃない、ノバでいいのかな、ライトニングノバを使ったビルドとかそういうのもね出てきてて、エフェクト的にもかなりド派で、かっちょいいっていうさ、ビルドなんかも作れるし、なんていうのかな、
まあ、ウィザードは結構そうですね、つけるレジェンダリーによって本当に、戦い方が様変わりする職の一つかなと思っていて、まあ、ネクロマンサーみたいに手下がいないので、まあ、打たれ弱いのかと思いきや、意外とね、最近のパッチ調整とかでさ、かなり、防御力も高いキャラクターに、なってますので、うん、その点でも、使いやすいキャラクターかなと感じがしますね。で、次に、まあ、筋力色いきましょうか。まず、1キャラ目としてクルセイダーですね。まあ、クルセイダーなんですけど、まあ、とにかく馬に乗って走れる。で、あと、まあ、旗も使えるというね、キャラクターになってくるんで、旗がね、イモータルの旗ってすごいやばくて、確定でクリティカルが出せたり攻撃力が上がるっていうね、全体バフ効果が非常に強い、キャラクターになってきて、まあ、迷ったらクルセ閉ざせとくといいよっていう、まあ、動画だったりさ、まあ、ネット情報って結構あるんですけど、まあ、これは結構ね、一理あるというか、確かかなというところが、言えて、まあ、やっぱクルセイダーか、パーティーに一人いるかいないかだけで、パーティーの、総合火力が変わってきちゃいますので、なのでね、まあ、クルセイダーは初心者におすすめかなと思いますね。私のメインクラスのネクロマンサーも、バフっていう意味では非常に強力なスキル。まあ、5回どんな攻撃も無効化するっていうボーンアーマーっていうスキルがあるんで、なので、ネクロも捨てがたいんだけど、まあ何はともあれ、火力バフの主役という意味で言うと、クルセイダーは欠かせないかなと思いますので、まあ、クルセも、入れてみてほしいなと、育ててみてほしいなって感じですね。まあ、クルセイダーはまあバフも強いんですけど、自身のね、スキルですね、まあ、スイーパーアタックとか、ムチを使った技とか、あと展開の拳とかね、そういうド派手な技もあるし、あと、なんだ、馬自体もいろんな種類があって、なんだろう。私が使ってたのは、稲妻を落としてくれるね、青色のね、馬だったりとか、ああいうのもいいし、なんか、旗もね、自分で背負うことができる、レジェンダリーがあったりとか、あと、馬にですね、パーティープレイヤーを乗せて走るっていうね、レジェンダリーなんかもあるんで、そこも面白いところですよね。だから、まあ、毎回ね、こう、アップデートのたびにさ、レジェンダリーがどんどん追加されていくような感じで、イモータルを発展してきてるわけなんですけど、まあ、そのたんびに新しい組み合わせ、新しい立ち回りっていうものを見せてくれるから、まあ、なんだろうな、ここまで続いてるっていうところはあるわけですね。まあ、正直ね、アイテムを厳選したりとか、そういう部分に関してはどっちかっていうと落ちたもの、まあ落ちたものがメインになってくるので、まあそれほどなんていうのかな、4ほど、堀に関してのさ、複雑さっていうものはないんだけど、それだけに、なんていうのかな、やり込めるっていうところも大きいと思いますので、まあ、なんだろうな、ぜひね、まあ、ゆっくりとやってみてほしいなと思うし、まあ、私もね、なかなかこう、レジェンダリー効果、どうしても、全クラスやろうと思うと、まあ、半年ぐらいかけてさ、新しいレジェンダリーを集め直すっていう作業をやらない、まあ、やってきた感じなんで、今、2週目かな。1週目を最初の半年にやって、で、2週目を、まあ、今やって、まあ、1年目が終わってるっていう感じなんで、結構時間はかかってんだけどね。まあ、また、ね、知力色、特にネクロマンサー、ウィザードあたりは初期にやってたんで、だいぶね、集まってないレジェンダリーも多いので、まあ、集め直す魅力はあるのかなと思ってます。そうですね。で、次ですけども、まあ、もう一つの筋力色ということで、まあ、結構ね、まあ、筋力色といったらこのキャラクターっていう感じの、キャラクターにはなりますけど、バーバリアンですね。バーバリアンはね、とにかく、
敵をぶった切ったりとかさ、ワールウィンドもあるし、まあフレンジとかね、うん、あとまあイニシエの大土、イニシエの大土もまあこのイモータルの、イニシエの大土に関してはさ、まあ、召喚スキル的な感じで、手下を呼び出して、手下に攻撃してもらうようなスキルに変えることもできる、非常に、まあ、ユニークな、作りになってますので、まあ、ぜひこう、なんだろうな、普段の馬場では味わえないような、うん、立ち回りがしたいっていう方は、イモータルの馬場も触ってみてほしいなと思いますね。まあ、本当にね、馬場さんは、まあ、立ち回りそのものもね、序盤はなかなか、レジェンダリーもなかった、ない時とかは苦戦しがちなキャラクターなんだけど、育っちゃうと、むちゃくちゃ火力特化で、まあ、火力も出しやすいキャラクターになってきますので、うん、まあ、結構そうですね、筋力色で言うと、うん、馬場かね、クルセイダー、どっちを先にやるかなっていう感じ。思いますね。よいしょ。で、かな。で、まあ、ディアブロ3の場合なんかだと、ここでね、敏捷色っていうのが出てくるわけなんですけど、イモータルの場合は筋力色とね、敏捷色、敏捷色の区別っていうのはなくて、まあ、3でいうとこの敏捷色にあたる、まあ、モンクと、あと、デーモンハンターっていう職があるわけなんですけど、モンクに関してはですね、まあ、とにかくね、単体、1対1の戦闘に強いっていう印象が前からあったんですけども、まあ、敵のところにね、飛んでいって、まあ、都市空間で戦えるっていうのがさ、まあ、モンクの、プレイスタイルになってくるんだけど、まあ、やっぱり移動スキルがまあ豊富にあるんで、接近戦をね、仕掛けた後、まあヒット&ウェイでさ、離脱して距離を取ったりとかっていうのもしやすいキャラクターになるんで、まあ PVP でのやり込み要素、やり込みの部分もすごく大きいキャラクターかなと思いますし、まあやっぱり、ね、使ってて面白いんだよね、そういう意味で。ちょっとこう立ち回り的な工夫とかそういうものによって、まあ火力を大きく、出すことができるキャラクターという感じになりますので、うん、まあやっぱりそうですね、ジャンプして攻撃とか、敵のところに飛んで離れた敵に一気に距離を詰めて戦うとかね、うん、あとまあ空中に飛び上がって、戦うとか、そういうアクロバティックなね戦いができるキャラクターになってて、なかなかねイモータルの文句も、まあ、3の文句とで、まあ、かなりね、違う部分もあるんで、うん、まあ、面白いキャラクターかなと思いますね。で、最後にこの、デーモンハンターですけども、まあ、デーモンハンターはね、こうやって、両手に持ったね、ハンドガンというかさ、なんていうかな、バリスタ、ボウガンで戦っていくキャラクターという感じで、うん、まあこうやってね、移動しながらでの攻撃とかこういうのができるキャラクターって実は意外と少ない。なんだろう、まあどのキャラも持ってるんですよ。ババのワールウィンドもさ、移動しながら攻撃できるし、移動攻撃ってできるんだけど、まあなんだろうな。敵をこううまくこう引っ張りながら、こうやって、敵の群れを引っ張りながら攻撃したりとか、そういうのがやりやすいキャラクターだし、あと、まあそうですね、まあストレイフ、あと復讐の雨ですね。まあディアブロ3やられた方は復讐の雨っていうスキルさ、まあ使ったことあるかなと思うんですけど、まあ、イモータルの復讐の雨はね、こうやって、狼を呼び出したりとか、そういうこともできるような感じになりますので、これはレジェンダリーの効果でね、全く違う、スキルに、変えることができるというものになってくるんで、まあ、なんだろうな。うん。いい意味でイモータルって、ディアブロ3で作られてきた各キャラクターの、このスキルってこういう感じのスキルだよねっていうイメージを壊してくれたようなところが
まあまあ3からイモータルへの流れって結構スムーズにいくことが多いのかなと思いますね。基本的にはまあ残念ながらウィッチドクターは実装されてないんですけども、ウィッチドクター以外の全ての職が、まあ、イモータルに移行されてきて、そこで再解釈されてるっていう感じになりますので、うん、まあディアブロ3からすんなり入りやすいかなっていうところもあるかなっていう気がしますね。まあディアブロ4との、まあクラスの被りっていうところで言うと、ネクロマンサーとね、バーバリアンかぐらいしかないんだけど、まあローグはまあこのね、デーモンハンターに引き継がれる。特にこの遠距離系のスキルとか、あと罠系のスキルなんかは、デーモンハンターがもともとローグというかね、アマゾネスから引き継いできたようなスキルになって、まあ、そこはまあ結構統一されてるのかなっていうところありますね。で、そうかな、大体取れてるのかな。で、あとそうですね、ネクロマンサー、ババ、ローグ、まあドルイドなんかはどっちかっていうとそうですね、ウィッチドクターに回収されていったような職にはなるんだけど、まあ、一部ネクロマンサーかな、うん、まあそういう意味で言うとドルイドに対応するような職ってディアブロイモータルの方にはないんだけど、まあでもなんだろうな、まあ、結構文句とかは、まあ、4から入る人にとっては、ちょっと新鮮なキャラクターになってくるかなと思いますので、まあ、ぜひね、文句やるために、イモータルやってみるっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。で、あとはそうですね、まあ、ソーサレスはウィザードに、まあ、ほぼ重なるような形になってくるし、うん。なので、まああとそうですね、クルセイダーなんかはないけど、まあおそらく今後、まあ4の中に何かしらの形で発展的に回収されていくのかなと思いますので、うん、まあなんだろうな、馬も実際使ってみて皆さん、お気づきだと思うんですけど、あのクルセイダーの馬との感覚とは全然違うから、まあ移動手段としての馬っていう印象があるじゃないですか。なので、うん、クルセの馬とはちょっと違うかなし、まあイモータルの方がなんていうのかな、馬ビルドの幅っていうのかな、馬そのものが攻撃スキルとして果たす役割っていうのはすごく大きくなってるから、まあ、ちょっとそこの点では、まあディアブロ3からのこうなんていうのかな、発展が見れ発展が見られるところなのかなっていう気はしますよね。そう、まあなので、まあ、6クラスそれぞれが魅力があるんで、まあ、どのキャラが最強ってこともないんですよね。まあ、というか、ディアブロ4もそうなんですけど、結局、PVP 要素があるから、極端に火力差があるっていう作りにはできないんですよね。じゃないと、一つのクラスしかいないっていう状態になっちゃうんで、なので、うん。まあ、かなりクラスバランスの調整はうまくいってるかなと思うし、今も、なんだろうな、まあ、戦場での結果とかを踏まえて、ちょいちょいね、各クラス間のバランス調整っていうのをしてるんで、かなりバランスは良くなってきてるかなと思いますね。特に文句なんかはかなり強力、最初弱い弱いと言われてたんだけど、途中のパッチで強化が来てるし、あと知力色と筋力色のバランスっていうのかな。ウィザードローグ、ウィザードネクロマンサーとそれ以外の、色とのバランス調整っていうのもしっかりされてるので、かなり、うん、無課金でも、PVP の、ね、要素を楽しめる感じにはなってきてるかなという感じですね。これは復讐の雨なんですけど、結構このスキル使いやすいんでね、うん、使ってるって感じ。最近もう火力も大幅に上がってきてるので、まあね、ちょっとこうデーモンハンター一通り終わったら、まあやっていきたい。ネクロマンサー戻してね、少しチャレンジリフトどこまでいけるのかやってみようかなと思ってますね。まあこの感じだと、まあ300は余裕で超えていけるのかなと思
まずは念願のチャレンジリフト300超えを目指して、まあ少しね記録更新してみようかなと思ってます。まあそうですね、6クラスこれから始める方はね、おそらくレジェンダリーの装備をすべて、コンプリートしていくだけで、もう本当にまた私も1年がかりでそう、集めてきたっていうところがあるんで、本当に、冗談抜きで1年遊べるという感じになってますので、うん、まあゆっくり集めていくといいかなと思いますね。今96種類か、レジェンダリーが、あるような形になりますので、まあすごいよね、96種類あるけど、まあ、コンプリートするためにはその被りもね存在してるんで、なのでなんだろう、レジェンダリーの数が増えれば増えるほど特定のレジェンダリーを引くっていうのがなかなか難しくなっていくっていうところがあるんで、まあ、96分の1でしかも、まあ、被りありというようなシステムになってますので、うん、結構大変ですね。なので、うん、まあ、そこもやり込み要素になってくる。私も、まあ、歯抜けも結構あるんで、まあ、そこを埋めるだけでも、まあ、むちゃくちゃやり込めるという感じのゲームになってますので、ぜひゆっくりと遊んでみてほしいなと思いますね。まあ、そうね。そしてですね、イモータルは、まあ、今6クラスご紹介してきたわけなんですけど、まあ、次の7月ですね、に、ついに7クラス目のね、クラスが実装されるということが発表されてます。今ちょうどここに、全クラスが、ね、映ってるという感じだけど、あとそうですね、クラスメイクのシステム、クラスのカスタマイズのシステムなんかもしっかりしていて、まあ、男キャラ、女キャラから選ぶことができて、で容姿も、デフォルト3種類かな。で、まあ、タトゥーとかいろんなものを、入れ替えることができて、でウエストマーチの散髪屋でね、顔のデザインとかそういうものは変えることが今できるようになってますので、まあ最初のキャラメイクね、やってみて少し気にならないなっていう時はあのウエストマーチの理髪店でね、キャラクターの外見も変更できるようになってますので、それ使ってみてほしいなと思いますね。うん、結構ね各クラスの、キャラクターもかっこいいし、今はあれですね、あの頭の兜をね外せるコスメティックっていうのも増えてきてますので、なんか顔全然見えなくて寂しいっていう方は、兜を外す機能なんかも使ってみるといいんじゃないかなと思いますね。まあイモータル本当にね、あのついつい私はコスメティック好きなんでコスメティックの話になっちゃうんだけど、コスメティックはとにかく豊富だし、あのまあなかなかよくできたコスメが多いんですよね。だからまあ基本無料なんですけど、なんか一つ自分の好きな、スキンというかさ、そういうのを購入すると一気にハマりますので、うん、不思議なもんでやっぱお金を払うと人間ってやる気が出てくるというかさ、愛着が湧いてくるんだよね、うん、なんかまあ受験なんかもやっぱり指導してて思うんだけど、まあもちろん先輩がね使ってた本とかそういうものを先輩が譲ってくれたっていう思いを引き継いでやっていくってことも大事なんだけど、自分で水着を払ったりとかさ、何かしらの思いの強さがないと、意外とこう勉強も身が入らなかったりするのと同じで、まあ要は形からみたいなさところってあるじゃないですか。だから、コスメにお金を払うってなんだろうな、まあ無駄だという人にとっては無駄なんだけどさ、愛着を持てるんだよね、それによって、だからまあ続けられるっていう感じもあると思います、ね。なんだかんだで私もイモータルにかなりお金は、まあもう全然あれかな。まあでも言って1年間でおそらくプレステ5 1台分ぐらいの額しか課金してないし、まあいわゆる、火力課金の要素に関してはやっぱり天井がないんでね、基本は使わないという感じでやってますけど、まあそこもね、まあどこまでこだわるかなんですよね。今共鳴値2000もすごく8箇所でね合計2000を目指せばいいっていう形になってるんで、かなりまあ無課金でも、
まあ、今ね、共鳴値2000の羽っていうものが実装されてるんで、私もまあちょっと今年、な後半はね、共鳴値2000にまでとりあえず上げてみようっていうところです。まあ一つの、まあ、目標の自分に取り入れていこうかなと思ってるんですけど、まあやれたらいいよね。よいしょ。デモハンのスキルも結構ね、まあ多様性に富んだ、ものが多いんで、ここやり込むだけでもかなりボリュームがあるんじゃないかなって感じします。よし、でディアブロ買われてる方で、先行予約で買われてる方に関しては、報酬もね、報酬っていうか特別コスメの方ももらえるようになってますので、ぜひ受け取ってみてほしいなと思ってます。はい、そしたらもう一回ぐらい回して終わりましょうか。割とね、最近なんだかんだで、イモータルもね、しっかりがっつりやりながらディアブル4を、継続してるっていう感じになるんで、なんだろうな、意外とディアブル4来てから大型のね、まあアップデート、インフェルノ入りのアップデートが来てるんで、まあ両方やるだけでもお腹いっぱいって感じでさ、なかなか解説動画も最近出せてなかったんだけど、まあ、1日1本ずつぐらいはね、せめてディアブロ4の動画も出したいし、イモータルの動画も出したいという、欲張りな感じではあるんですが、やっていけたらいいかな。なかなかね、そこを両立するのも大変なんだけど。よいしょ。難易度インフェルノの方ね、まあ、火力バフもね結構あるんでちゃんとやっていけるんだけど、ダンジョンがね意外と、最初入ると難易度高めに設定されてるんで、そこだけはちょっと注意が必要かなって感じですね。大体ですね、火力の方が15,800 だったかなぐらい必要、18,800 ぐらい確か必要なんですよね、レーディングは。フィールドに関してはそんなに高くないんだけど、ダンジョンの難易度結構高めにちょっと設定されてるんで、そこはちょっとちゃんと確認する必要があるかなって感じですね。推奨レーディング15,860なんだけど、実際のところはダンジョンなんか結構高めなんですよね。これ、ここで見れるのかな？あ、見れないか。見えないけど、18,600 ぐらい。700ぐらいで、多分なんだけど、今は要件を満たしてる状態だけど、最初行くとね、意外と、バフがなくてきつかったりとかもしますので、なんだろうね、もうすぐ火力的にはインフェルノ2に入るのに2万ぐらいなので、意外といけちゃうかなっていう感じはしますが、ただダンジョン回すってなるとね、そこそこの火力求められちゃいますので、その点はちょっと注意が必要という感じですね。よいしょ。最近もうまあ、イモータルの中の話にはなりますが、もう完全に金欠、素材不足みたいな感じになってるから、そこもうまく解決していかないといけないね。結局武器が2枠増えてるので、まあその枠のね、レジェンダリーをもちろん掘るっていうことそのものにもお金を使うんだけど、
意外とね、それ以上に強化にもお金かかってるんですよね。なので、まあ、そこのところをしっかりと、まあ、やっていけたらいいかなと思ってますね。はいはい。結構ね、デーモンハンターも、うん、前にやってた時から戻して、やってた時は結構さ、火力不足で大変だなっていうところもあったんだけど、まあ、せいぜいマスターレベルやっぱり4にするとかなり強くなるんで、各キャラやられる方はね、とりあえずね、せいぜいマスターレベルを、4まで上げてみるっていうのを目標にやってみるといいし、まあその過程、まあ4まで上げるだけだと、全然ね、レジェンダリー自体のコンプリートっていうのは難しいと思いますので、まあその後もそのクラス使い続けるんだったらやり続けるっていうのもいいし、マスターレベルが4になった段階で他のクラスに1回クラスチェンジしてみて、他のクラス触ってみるっていうのもいいかなと思いますね。まあ、イモータルやっぱりね、飽きてきた時は他のクラスに変えてみるとむちゃくちゃモチベ上がりますので、うん、まあ、とりあえず一通り、6クラスやる。で、その中で、まあ、欲しいレジェンダリーっていうのを集めるっていうのをやるだけで、うん。まあ、軽く1年ぐらいは遊べちゃいますので、ボリュームになってくるし。まあ、これから始める人だとさ、さらにそこに、新しいクラスかなの追加なんかも来ると思いますので、そこも楽しみですよね。まあ、新クラス来たら、まあ、そこのやり込みっていうことをやっていきたいと思います。まあ、しばらくはちょっとゆっくり、ネクロマーサーでね、ネクロマーサー自体に実装された、スキルなんかも使っていけたらいいかなと思ってますね。はいはい。まあこれでどんぐらいなのかな。結構ね、この優先アクティビティに来てるときはね、なるべく取ってあげた方がいいかなと思いますね。これ優先アクティビティをこなすだけでもかなり BP 稼げるんで、うん、まあレジェンダリーのドロップに関しても、なんだろうな、ヘルが上がるとおそらくドロップ率も上がってくるのかなと思う。当初は結構、サービスインした時はね、レジェンダリー全然出ないとかさ、うん、渋いとかっていう話も聞いてたんだけど、そんなことはあんまりないですね。まあ、基本ドロップ率に関してはやっぱりサービスが進めば進むほど緩和の傾向があるし、ディアブロ4に関しても、レベル50までは本当にレジェンダリーってあんまり出ないんだけど、まあ、レベルが上がれば上がるほどレジェンダリーも出るし、そして、その次のね、特級に当たるユニークに関しても出てくるようになるんだけど、ディアブロ4のユニークって結構ですね、まあ、レベルが高くないと出てこない、90以上じゃないと出現しないようなユニークアイテムっていうのもあるんで、そこもうまくできてますよね。まあ、ちゃんとレベル100まで上げないとなかなかお目にかからないようなさ、ユニーク。まあ、100になった後も、まあ、極めがいがあるっていうかさ、そういうとこでもいいし、まあ、各クラス特有のユニークアイテムっていうのもあるんで、まあ、そこら辺を集めていくだけで、まあ、そこそこ遊べるというゲームなんですよ。うん。まあ、なんだろうな、ディアブロ2、3に関してはすごくビルドが発展したし、まあ、特に3かな。3に関しては、各クラスアイテムのさ、組み合わせの、なんていうか、工夫ができるっていうのかな。まさにそのビルドの概念がすごく発
達したし、まあ、イモータルもね、それにあやかって、まあ、もちろんビルドはあるんですよね。あの、なんか、ビルド全くないっていう言い方をされてたりとか、私自身もさ、初期の頃はそういうことも少し話したりはしてたんだけど、うん、まあ、今もはやこれだけレジェンダリーの数が増えてくると、まあ、特定のビルドとかさ、まあ、レジェンダリーの組み合わせ次第でかなり、特有の立ち回りっていうものを中心にしたビルドが組めるんで、なのでね、まあ、ただそのディアブロ3ほどこれは必須、このビルドを組む、この形で火力を出すんだったらこの、レジェが必須みたいな、縛りはないので、そこはね、まあ、ある程度柔軟に、自分の好みに合わせて組んでいくことができる。うん、まあこういう、まあ、結構こう自分のレベルが上がると敵のレベルも上がるっていうさ、ね、レベルスケーリングの仕組みなんかは結構、まあ、イモータルから4に、まあ、4に持っていかれたシステムの一部かなとは思っていて、まあ、おそらくこれから難易度が追加されると難易度に応じてこうアイテムが出てくるという感じの調整にはなってくると思う。まあ、そこを早く感じる方もいらっしゃるかもしれないけど、まあ結局なんていうのかな、下の難易度で拾ったものっていうのは参拝化してっちゃうしさ、まあでもまあそれがあるおかげで、まあ常に新たなさ堀の楽しみっていうものが生まれてくるっていうシステム性でもある。まあそうしないとどうしても超絶レアドロップを中心にした、ゲームっていうのかなにせざるを得ないんですよね。だからまあ、イモータルじゃない、ディアブロ2とかのさ、ドロップの感覚って結構渋い目に作ってある。まあ、だから当然ながら、なんていうのかな、トレードとかも駆使して、特定のビルドを組み上げていくっていうようなさ、作りにはなってるんだけど。まあ、どっちがいいかっていうと、まあ、自力でやっぱり揃えられる可能性がある。こういうバランスの方がいいところも。とはいっても本当にね、イモータルも、簡易版とは言ってもハクスラゲーなんで、まあなかなかコンプリートまでは大変だとは思いますので、まあ半年ぐらいかけてゆっくりやってもらいたいなと思いますね。まあ私も本当に、そうだね、まあゆっくりと進めてる感じになりますね。よいしょ。これで、あと一回だけ回しましょう。で、あと、今日は、デーモンハンターのクラッシュ紹介を一個ね、動画を撮りたいと思います。まあ、そちらも、まあ、こっちの動画が先に出てるか、クラッシュ紹介が先に出てるかわからないですけど。まあ、まあ、やっぱりどうしてもこう、イモータルのクラッシュ紹介とか、まあ、旬なビルドとかってさ、まあ、毎月更新されちゃうと言ったら変だけど、まあ、なんだろう、装備品にはめるさ、レジェンダリージェムも新しく出てきたりすると、変わったりするので、本当にね、変化激しいんですよね。私自身もデモ版のもう、ビルド解説、前にも撮ってるんだけど、もうそんな、なんていうかな、組み方も誰もしてないよっていうような組み方も、まあ、紹介しちゃったりとかしてるので、なので、なんだろうな、定期的に更新していかないと、もう、成り立たないですよね。だから、ディアブロ4ももちろん今ね、初期なんで、私も出すし、いろんな方がいろんなビルドを、紹介していると思うんですけど、おそらく新レジェンダリーとかね、新アイテムが、実装されればされるほど、ビルドの形もどんどん変わっていくっていうのが、まあ、ディアブロのね、奥深いところだと思いますので、とは言っても、むちゃくちゃビルドがありすぎちゃって追い切れないっていう感じにはならないから、まあ、そこがいいバランスなんだよね。まあそうね、ハクスラでもいろんな実装があるからね。もうパスオブエグザイルとか私初期の頃しかやってないからあれだけど、あれもえぐいですよね。かなりのビルド幅があるから、
まあ一度腰をつけて押し付けてやってみたい気もするけど、ちょっとな余裕がないという感じですね。下側にある。でもカジュアルだけど奥深い携帯版ハクスラという感じにだいぶ仕上がってはきているので、まあ新しいクラスは、ね、まあがっつりやり込んでいきたいなという感じはします。本当あれですよね、うん、最近まあ仕事ハクスラが忙しすぎて寝る時間が本当にないんですけど、うん、まあなんだろうな、まあ、このチャンネルも、皆さんにディアブロの魅力が少しでも伝わるような動画を一本でも多く出したいと思います、まあ、今後ともねよろしくお願いします。まあ、本当にディスコードサーバーもこんだけ多くの方がね参加してくれるとは思わなかったので、まあ賑やかでいいですよね。まあ、初期のお祭り感も味わえていいんじゃないか。ぜひ気軽にね、まあ、ディスコードサーバー、そしてクラの方も参加してみていただけたらなと思います。はい、そうですね。結構ね今素材もねカツカツなんですよね。今日はちょっと夜勤さんを引く余裕があるかどうかあれですけど、ちょっとね後半にガチャをね回してきたのはそういう理由はあるんですよね。そうですね。で、イベントもねジャスティニアン容赦なく、ゾルタンクーレの初期系なんですね、これね。まあ、後でこれやっときましょう。で、そうですね。はいはい。7つあるという感じかな。パラゴンも1個買ったんで入れておきましょう。なんか新クラスあれだ、新パラゴンボードてかパラゴンボードめちゃくちゃ多くて全然使いこなせてないんだけど、ここら辺もなんかねいろいろと切り替えながらやっていくのも面白いかもしれないんで、まあちょっとこれのパラゴン新パラゴンボードの紹介とかもパドルパスも今季はもう全然ランク40までいかないかなと思ったけど、意外とちゃんと順調に進んでますので、まあ、この分だとちゃんとコンプリートできるかなと、そしたらあとはあれかな、おっとなんかすごい時間になっちゃったんでそろそろ終わろうかなと思うんですけど、まあ、せっかくなんで最後強化やりましょう。どんぐらい強くなる、チャームも割と手に入ったんで、ここら辺全部やっていけばかなり火力伸びるんじゃないかな。よいしょ。
そう、宝石もね、まあ結構最近あんまり作ってなかったから、星2のね、やつあたりをちょっと作っていってもいいかなと思ってるんですけどね。そう。よいしょ。宝石もね、かなり、まあ、まとめて入手できるようになってきてるんで、まあ、宝石のランクアップもしやすくなってると思いますけどね。よいしょ。はい。で、そうですね。で、今はちょっととりあえず優先させたいのがこっちですよね。そうそうそう。このランクアップができるようになってるんで、やっちゃいましょう。はい。9ランク。ここのお金も結構かかるんでね。この分残しとかなきゃいけないんだよね。はい。おぉ。お、もう素材が足りない？ほうほうほう。そうですね。残り火じゃない、残り火っていうかあれか、エンチャント出すが足りないって感じか。で、これでだいたいどんぐらいなのかな。あ、結構上がりましたね。1870。ここちゃんとね、多分強化しきればそれだけでかなり火力が9000日か1万9000日近づくと思うんで、まあえぐいよなそれもな。あれなんだよな、結構申し訳ないんだけど、イモータルのなんかパーティーマナーがむっちゃ悪い人が増えちゃっててさ、そこは少し残念だなと思いますね。うん、まあだんだん慣れていけばというか、落ち着いてくればそうだと思うんだけど、なんていうのかな、ベテランのむちゃくちゃさ、マナーのいい人たちっていうのかな、うん、マナーもあるし、いい人たちは結構引退しちゃっててさ、ちょっとヤバめな人が結構こっち側に残っちゃってたりとかするのかなんで、そこはなんかもったいないような感じがしちゃうよね。せっかく、ねえ、まあ今までこう熟成されてきた人間関係っていうのがあったんで、その中でね、ちょっと寂しくも感じてるね最近ね、正直。まあでも、まあこういうのもな、だんだん成熟していく部分もあると思うんだよね。だから、まあ、なかなか難しいよね。まあモラルが低いプレイヤーというか、新規の人が追いつきやすくなってきて、新しい人がたくさん入ってきてて、まあうちのそのクランもね、まあかなり変わってるというかさ、まあ1年前のメンバーってもうほとんど6人ぐらいしか残ってないから、まあ94人ぐらいはね、まあここ数ヶ月でイモータル始めたって方になるわけなんだけど。まあちょっと一部マナーの悪い方なんかに関しては、まあ注意とかさせていただいてるんだけど、まあでもさ、私より年上の人とか多いからね、だから、ちょっとな、なんか若い人に注意するとかそういうんじゃないんだよな、
あのおじさんだからマナーがよく、若い人よりも常識もマナーもなければって思っちゃうのはおかしいことだとは思うんだよ。うん、マナーのある、若者、マナーのない若者がいるのと同じで、うん、同じぐらいの比率、まあやばい人もいるんだよな。だから難しいよね。年取ってたら良識を持ってなきゃいけないとかさ、それも偏見だからね。うん、年齢じゃないんだよね、その人次第っていうところだとは思うんだけど。まあ大部分の人はマナーある人だと思う。ちょっと最近目立つね。うん、まあまあ実際こういろんなルールとかマナーとか、うん、まあイモータルをさ、長くプレイするプレイヤーがその中でいろいろトラブルが起きないように作ってきた部分もあったから、うん、まあ難しいところだとは思うんだけど。はい、じゃあそろそろ終わりましょう。ねぐらから出るか。ちょっと待って。まあねぐらもね、本当に先行して、一気に集めておくことができるようなシステムになったので、そこすごくいいですよね。うん、まあ6クラス半年かかりましたけど、またまあ、ゆっくりと、また一周してくるみたいな感じで、うん、やっていこうかなと思いますけどね。そうそう、結構壮大な感じになるよね。イモータルそんなにやることありますかって聞かれるんですけど、やることだらけですよ、本当に。うん、はいはい。まあでも最近あれだね、魔造石がまず結構売れるようになってきてる。だいぶこの辺も資金も潤沢になってきたので、まあ新しい要素を、極めていきたいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。